調子はどないや？おいしい仕事があんねんけど。和子がいい仕事って言うときは大抵ひどい仕事って決まってるのよね。まあ厄介なやつや。厄介？なら話を聞く前からお断りよ。内容は普通やねんけど、依頼主の要求が多いんや。依頼主なんてそんなもんでしょ。いつもの仕事とどう違う？全て計画通り完璧にやれ言うんや。金に糸目はつけへん言うてる。こういう仕事はいいあんたやないと、そこらのど素人には任せられへんからな。あんたがおべっか使うってことはやっぱりろくな仕事じゃないみたいね。あんたの隠れ家は今頃跡形もないでしょ。どこにいるの？前よりはマシなところであるとだけ言っておこう。それ以上は勘弁してくれ。聞いとんのか？なんやねんな。詳しく教えてよ。荒坂の動きはつかめてる？テレビから推測できること以外には何も。頼信と奴の傀儡どもが微笑みながら事態は収束に向かっていると訴えている。それが真っ赤な嘘であるのは火を見るより明らかだ。要はそいつを殺せってこと？なんやあんた、一体いつから聖人君子になったんや？ズブの素人やあるまいし、この家業がどんなもんか分かってるやろ。直接じゃないけど彼女と話をした。誰のことかは分かる。 B、 もしもし。実は俺も連絡をいただいた。少々手荒な真似にはなったが、その甲斐はあったな。まさかうまくいくとはね。言っただろう、提案をなさっただろう。 B、 聞いとんのか？その男の罪は立証されてるの？有罪判決は？あんな、こちとら検察官ちゃうんやで。なんで捕まったの？記者でもあらへん。やるんかやらへんのか、どっちなんや。悪いけど今は他にやることがあるの。ほならしゃあないな。気が変わったら連絡してや。任せられるのはあんたしかおらへんから、この仕事は取っといたる。何でも知ってるのね。話を続ける意味ある？花子様が共有しても良いと判断された情報しか把握していない。いらっしゃい。だから続けてくれ。近々直接会う。素晴らしい。あの方の信頼を得たという何よりの証拠だな。あんたも来るの？いや、荒坂が今も俺を探している以上不用意な真似はできない。だが、B、それももうすぐ終わるだろう。他に何か？また話しましょう。じゃあな、B。準備はいいか？ローグはいつ来てもおかしくない。もう一度確認だけど、ローグとスマッシャーのことを話すだけよね。その後は私にハンドルを返すのよね。そのつもりだ。そう心配すんなって、この体は大事に扱ってやる。正直もう後悔してる。罪悪感につけ込んで言うこと聞かせようってわけね。荒坂タワーで見殺しにされたことを思い出させるんでしょ。ローグはあの時俺が死んだと思ってたんだ。そもそもそんな汚い真似するかい。その必要がない。ふーん、じゃあ色仕掛けで行くの？ローグは俺にノーとは言わない。決してない。 OK、 やりましょう。待ちわびたぜ。あれ、なんか雰囲気が変わった？髪型かな？できたぜ。ねえ、何言ってんの？
何にする？テキーラオールドファッションにビール少々、唐辛子入りで頼む。シルバーハンドスペシャル？久しぶりの注文ね。もう一杯。待ってて。カシウスライダー、名前に聞き覚えは。タトゥー屋さんでしょ。どうして彼を知ってるの？昔馴染みだね。どこにいる？店はワトソンのパーシング通りよ。オスヤギとさっき言ってたやつ、どっちにする？オスヤギだ。性に合ってる。あいつ気に入るぞ。そうだな。ジェレミア・グレイソン、スマシアの手下らしい。誰に聞いたかは忘れてくれ。お前誰だっけ？ああ、そういやグレイソンとはある意味兄弟だな。ルビー・コリンズって女、俺の後にグレイソンとも出たらしい。ええ、何なの？おい、マスター。シモーヌ、シモーヌ。右か左か。付き合ってらんねえよ。あんた、ルビーか？え？私を知ってるの？もちろん知ってる。一緒に来ないか？噂が本当か確かめたい。その前にこっちを片付ける。ルビーはどこにも行かせねえ。諦めるんだな。勤務中なんだよ。懐かしい感じだ。外で待ってるぜ。このまま家に来ないか？出るわよ。火ある？
ち死ぬところだった。ルビー、警察に連絡しないと。ルビー聞いてくれ、グレイソンに話がある。ナイトシティ、リン。毎朝そうやって血を吐くのか。お願い、他の話をしてくれる。いいだろう。あんた最初に会った時からどうも懐かしい感じがしたんだ。ジョニーに聞いたのね。驚いてなさそうね。最初は驚いたがもう慣れた。あんた覚えてないようだね。断片的にだけね。全部覚えてなくてよかった。今朝早く連絡が来た。もちろんあんただと思って出たんだ。話の内容を聞いてついにイカれちまったかって思ったよ。それでそのイカれたやつがどんな顔してるか見に来たってわけ。ああ、そしたらジョニー・シルバーハンドがいた。なんか変な感じね。ジョニーの存在を認識してる人がいるなんて。あんた顔が変わってきてる。まだ B のままだけど、あの意地悪い笑い方、私にはわかる。話し方、動き方、タバコの吸い方も。私は吸わない。知ってる。二人を見間違うことはないよ。だから安心しな。ジョニーからスマッシャーのことは聞いた。ああ。ナイトシティに戻ってたとはね。ジョニーが糸口を見つけた。確かグレイソン、ジェレミア・グレイソン、スマッシャーの手下だ。何でもストリッパーから聞いたんだとさ。手がかりはエブニケって単語だけ。とにかく調べてみるとしよう。あの野郎だけは逃がさない。スマッシャーが今までどうしてたのか知ってる？2023年の荒坂襲撃後に姿を消し、死んだと思われてた。そしたら突然また現れ、いくつか荒坂の仕事をしたかと思うと再び行方不明。その後見た者はいない。少なくともグレイソン以外はね。私に手伝える？その状態で何の役にも立たないよ。何か分かったら連絡する。分かった。あいつがこの頭のどこかにいるなんてね。もう二度とやらない。薬の副作用がここまでとは思わなかった。ついでに他のものもいろいろ飲んでなきゃここまでひどくなかったでしょうね。なんで私が吐かなきゃいけないのよ。まあ人生は不公平だ。ほんと、いいタイミングで体から出たよね。出てやっただけでも感謝しろ。実は考えてた、そのまま私の体を乗っ取る気なんじゃって。
随分と楽しんでたみたいだし。結局信用してないんだな。実際そう思ってたでしょ、見たのよ。でも約束通り戻ったろ。もう行くぞ。どこ？カーペットにしこたま生えても音がめなしの場所だ。俺たちは贅沢言えねえだろう。はマシになったか？全然。エブニケのことが分かったよ。いくつかつてを当たってみたところ、グレイソンの名前に聞き覚えがあるやつがいてね、いろいろ探ってくれたのさ。とある不当が怪しいと分かった。メイルストロームの島だ。グレイソンを見つけたのね。やつとスマッシャーとのつながりは？アフターライフに来な、そこで話そう。分かった。
が何をしたって言うんだ。メイルストロームからサイバーサイコが出た。お願い、何としても生け捕りにして。発祥に関係なく元から危険な連中よ。くれぐれも慎重にね。発砲のタイミングを間違えました。以後気をつけます。誰かと思えば、そうそう、あの子にもあげたんだった。ああ、 B、 協力者のクリスピン・ウェイランドだよ。 B、 スマッシャーを探してるらしいな。準備はいい？道中で話そう。一緒に来るんでしょ？いや、俺の出番は終わった。スマッシャーが死ぬのを見たくないのかい？見たいさ。でも遠くからでいい。あいつは死んでも生き返る厄介なやつだからな。ああ、本当の悪党ってのはなかなかしぶといからね。ちょっと先にやることがあるの。早くしな。行きましょう。幸運を。また後で戻るかい？わからない。待たなくていいよ。ウェイランドは何を手伝ったの？グレイソンがちゃんと家にいることを確認してもらったのさ。アポなしで行くわけだしね。持ってきたものがある。来てみろよ。
ジョニーのジャケット。私が着てたら誰かさんと間違いない？それは大丈夫。レプリカよ、特注のね。本物は大昔に灰になっただろうから。ありがとう。乗って。私のことはなんて？ジョニーとはよく話すんだろ。グレイソンの目的は何なの？ウェイランドから何か聞いてる？メイルストロームとの仕事以来引きこもってるらしい。スマッシャーじゃなくメイルストロームの仕事？スマッシャーはいつも複数の手を仕込んでる。二人で動いてるんだよ。師匠と弟子としてね。あんたは今までスマッシャーに出くわせなかったの？何度か話題には上ったけどね。ならどうして探そうとは思わなかったの？ジョニーが戻って事情が変わったんだ。わかるだろ？ええ、そうね。そうだと思った。あんたは本当にいいの？なんだ、おじけづいて？ただ、ジョニーに乗せられたんじゃないかって。アダム・スマッシャーはあいつの問題でしょ。そう思う。フェアにやりたいだけよ。続きはまた後にしようか。さて、車はここまでだ。グレイソンとスマッシュを一度に片付けられたらついてるね。野郎はこの辺りに隠れているはずだ。で、作戦は？ウェイランドがグレイソンを見たとき誰かと一緒にいた。スマッシャーね。だといいが、まずはメールストロームのデータ端末だ。スマッシャーの情報が見つかるはず。倉庫を目指すとしよう。データ端末の場所は一体どうやって調べたの？私が仕入れたのさ。外部データベース、アテナ D3。 メイルストロームと仕事してたとは。誰とでもやるよ、こっちの条件に合えばね。50年も経てばいろいろ変わるんだな。オーケー、始めましょう。準備は？この辺はネズミが多いからもう少し暗くなるまで待った方がいい。その間何するの？もちろん見張るんだ。よし、もういいだろう。メールストロームと遭遇したら援護は頼んだ。さあ、行こう。緊張してるな。念のため援護してやれ。開けられるかい？よし、音を立てるな。敵がいる。静かにデータ端末まで行くんだ。
船に隠れてるようね。よし、調べてみよう。右に向かうんだ。あった。エヴェニケ号。冴えない船ね。中はもっとひどいよ。行こう。
了解。どうして付き合ってくれるの？ジョニーの仇？何になる。さっさと野郎を見つけて片付けるぞ。誰が後ろについてるか知らないが、マロリーに何かあったら。24時間野郎、それまでにナイトコープとの取引から手を引かなければ女は死ぬ。おい、わからないのか。俺一人を脅迫したところでミリテク役員全員を操れるはずが。だからお前を脅迫してるんだ。24時間だぞ。これが企業の日常。表では笑顔で握手し、互いに尻尾を振り合ってるが、裏ではスマッシャーに銃を突きつけられてる。残り時間は1時間。計画は失敗だな。思った通りだ。じゃあ何のために女を。あと1時間で死ぬ。それだけのこと。なんでこんなのを残したんだ。グレイソンがスマッシャーを揺するためにやったのかも。グレイソンを買いかぶりすぎだと思うぞ。この下等生物が。グレイソンでしょ。そうじゃない。あいつ俺の銃で俺を撃ってきやがった。マロリアン351。キリキはどこで聞いてもすぐだ。生きて帰れると思うな。まだまだこんなもんじゃないよ。かかってこい。お見舞いされたくないならおとなしくして。グレイソン。なんだよローグ。俺たちは仲間じゃなかったのか。まあ別に驚きはしない。裏切りはお前のお箱だからな。スマッシャーはどこ。知り合いなの。ローグのことはみんな知ってる。伝説だ。なあ、不思議に思ったことはないか。原坂タワー襲撃後、なぜローグだけが生ける伝説になれたのか。アトランティスの他の連中と何が違ったのかをな。輝かしい肩書きと快適な暮らしはただじゃ手に入らない。誰の何をしゃぶったらここまで成り上がる。スマッシャーはどこ。荒坂の連中と一緒だ。分かりきったことだろう。いつ戻ってくるの。来ない。中心アダムはあそこの警備責任者に任命されたんだ。こんなところに戻ってくるか。俺は後片付けのために残っただけだ。くそ。ざまあねえな。お前らなんかじゃスマッシャーには手が届かない。だが安心しな。
向こうが見つけてくれる面倒は自分で片付けるのが好きなんだ。スマッシャーのところまで案内してもらう。無理な話だ。あいつは俺を信用しちゃいない。なあ、なぜお前らはスマッシャーを探してるんだ。スマッシャーはどうでもいい。シルバーハンドに何があったのかを知りたいだけ。ジョニー・シルバーハンド、何が知りたいんだ。なぜシルバーハンドの銃を持ってたの。お前もファンか。スマッシャーにもらったのか。特別な仕事を成功させた褒美にな。スマッシャーはシルバーハンドの死体をどうしたか言ってた。なんだ、墓でも掘り返す気か。ソウルキラーにニューロンを焼かれ、自分のションベンにまみれて死んだとよ。死体はどうなったの。バッドランズの油田近くに埋められてる。101号線を北に行き、埋め立て地の方を目指せ。十分深く掘りゃションベン製菌の腕が見つかるかもな。もういい、始末しろ。さっさと終わらせな。顔を見てるだけで吐き気がする。待て、シルバーハンドを追ってるんだろう。いいもんがあるんだ。あんたにやってもいい。今日は運がいいね。 B、 甘いんじゃねえか。約束したものはコンテナの中にある。あっちのクレーンだ。中身は何。開けりゃわかる。ほら、アクセスカードだ。まったく。クソ、無駄骨だったね。結局何の手がかりもつかめなかった。おい、B、言ってやる。ジョニーはただ恨みを晴らしたいわけじゃない。なら他に何がある。あんたよ。あんたとやることに意味があるの。だから元気出せって。くだらない。スマッシャーは。スマッシャー？ B、 あんたはまだ現実がわからないのかい。あいつは氷山の一角でしかない。あいつを始末したところで一体何になる。私の用は済んだ。帰る。興味はないの。私もういい。一人にしてやれ。いずれは落ち着くだろうが、こういう時は一人になりたいはずだ。ええ、わかった。どうにかしてあのコンテナを下ろすんだ。俺のものが入ってるなら取り返したい。じゃあ制御盤を探そう。マジかよ、何のことか分かったぜ。じゃあ見てみますか。布を取ってみろ。よし。
俺の車だ。乗れよ。特別に運転させてやる。いい音してんだろ。よし、じゃあこの俺が埋められた場所を見に行くとするか。ローグとそこまで深い仲だったなんて知らなかった。やばいほどにな。俺たちが会う時は必ず誰か死んでたくらいだ。それはまたロマンチックね、あんたらしい。毎日目まぐるしく過ぎてった。向こうは傭兵で俺はロックで忙しかったからな、平凡に過ごしたことはなかった。でも一度ローグを映画に誘った。そうね、結局行かずじまいだ。よくあったことさ。わざわざこんなとこまで運んだとは、お手数のこった。私が捨てられたゴミ捨て場よりもしよう。これが俺の墓かよ。何もないんだな。何を期待してたの？宝石や花でもあると思った？さあな。印とか、せめて何かあってもいいだろう。形だけのシンボルなんて本当に必要？ないよりはな。ここに来れば賞を一つ終えられると思ったんだ。昔のシルバーハンドに別れを告げ、新しく始めるみたいにな。実際はどうなの？初めからいなかったか。まだ神輿の中にいる気分だ。今から残せばいい。少しはマシ？少しはね。でもこれが本物の俺の墓だったとしたら、なんて書いた？ジョニー・シルバーハンド、ここに眠る。話をするか。ナイトシティの伝説。聞こえはいいが、一体何の伝説だよ。反抗期のニキビ面したガキどもにチッピンインって叫んで何になった？自分を哀れみたいだけでしょ。違う、やっとはっきり分かったんだ。俺はたくさんの間違いを犯してきた。信用してくれた人を裏切ったり利用したりしてな。世間知らずで自分勝手な男だった。でも唯一お前との関係だけは壊さずにここまでやってくることができた。ジョニー、別に私は気にしてないから。わかってる。でも聞いてくれ。俺が友達だと思ってた連中は、同じ部屋にいることすりゃ耐えられなかったもんだ。ってことは、お前はどんな友達より身近な存在だ。24時間一緒だからな。しかも俺を死ぬほど嫌ってはいなさそうだ。最
初の頃は本当にクソ野郎だったよね。それはお前もだろう。ビクタンとこで最初に起きた時のことを覚えてるか？幻覚が見える怖いよってな。お次はミスティンとこで死にたくないって嘆いてた。あんたがタバコ吸いたいってダダこねて私を殺せないことに怒ってたのは覚えてる。その俺たちがここまで来るとはな。さっき言ってた失望させた友達ってローグのこと？ローグ、オルト、ケリー、サンチアゴ。少なくともローグはまだ挽回できる。50年間何も変わらなかったようなふりして突然あいつの人生に入り込めるか。もう入り込んでるでしょ。まあな。昔あいつを映画に連れてくって約束したんだ。いい考えね。いつなら空いてるかローグに聞いてくれるか。ただまた俺と代わってもらうことになるが。いいよ、連絡する。頼む。行こう。長いしても仕方ないしな。来た甲斐はあった？もちろんだ。ありがとな、 B。 俺が入ったのは他の誰でもなくお前の頭でよかったよ。